都市雇用権とは、金本義津倉が日本を対象として考案した雇用を基準とする都市圏の定義。都市経済学において標準的な都市の定義とされる。おおむね中心都市とその都市に通勤する者が一定割合いる。周辺地域を合わせたものを言い、233の県域が日本の総人口の95%をカバーする。 都市圏を設定し人口を集計するにあたっては、便宜的に市町村ごとに都市圏に含まれるか判定することが多いが、都市雇用圏は基準の明確なことが長所とされ、地域の横断的な分析などに用いる、以下の条件のいずれかを満たす市町村を中心都市とする。複数存在する場合には、それらの集合を中心とする。 DID 人口が1万以上の市町村で、他都市の郊外でない。郊外市町村の条件を満たすが、一部の区が上記の条件を満たす、政令指定都市。中心都市への通勤率が10%以上のものを、郊外市町村都市、郊外市町村への通勤率が10%を超え、しかも、通勤率がそれ以上の他の市町村が存在しない場合には、 その市町村を二次以下の郊外市町村とする。ただし、副中心が設定されている都市圏郊外化によって、周辺自治体が次々と中心都市へ10%以上の通勤比率になっていったため、統計上は人口増がジャンプアップする都市圏が多い。特に岡山都市圏では、統計上、別だった倉敷都市圏が2000年では合一し、岡山。 倉敷都市圏という形になって統計上人口が激増した形となっている。また、名古屋都市圏は2015年時に半田狩カ岡崎等の近隣諸都市圏を吸収したため、都市圏人口が130万人以上増加している。一方、北九州都市圏では都市圏構成自治体の人口減の他に、福岡都市圏のそれに変化した自治体が出現し、 都市圏が縮小して人口も減少している。都市雇用圏の総数は1980年の315個から2000年には269個まで減る一方で日本の総人口のうち大都市雇用圏に含まれる割合は75%から82%に増えていることから都市圏に集中化現象の起きていることが示唆される。ありがとうございます。